さて今月からインボイス制度が始まりました消費税を正確に計算するために導入される制度ですが不安も広がっています子牛の繁殖と米作りを行う長谷川さん牛の糞の堆肥を田んぼの土作りに生かし稲わらなどを 牛の餌にするという循環型の農業を営んでいます。年間の売り上げはおよそ300万円。消費税の免税事業者です。しかし、10月の競りっていうのはね、いろんな日程があるけど、みんなこうすごく心配して見てるわけですよ。これまでは免税事業者と取引する場合。 インボイスがなくても取引先は仕入れにかかった税を引いて納税することができました今月からは課税事業者が発行するインボイスがないと仕入れた側が消費税分をまるまる納めなければならなくなりますこれがセリ名簿でこれに基づいてセリかけていくわけ去年のセリの通知書です 競り落とされた金額に消費税相当額7万2900円を加えた額が支払われていましたただこれからはインボイスがない場合これが引けないので、うん、結局7万2000円を競り値を下げるか、うん、被るか,だから引くのほか7万2000円も一等で被るっていうのはもうちょっと無理なので、うんうん、そうすると 結局買い叩かれちゃうよこうした状況の中今月の競りからは課税事業者か免税事業者かが明示されるのです課税事業者になればインボイスを発行できますが去年15万赤字でどこから借りて払うのって話公私の値段が下がったことで打撃だし上にインボイスで 値段叩かれちゃうともうちょっと農業やめろみたいな話だよね影響は別の業界にも出ていますフリーランスとしてウェブ関係の仕事をしている梁さんの元に届いた取引先からの書面インボイス制度を選択しない方々は弊社の消費税負担が増加してしまうため取引の継続有無 取引金額の減額などについて協議の場を設けさせていただきたいしかし課税事業者になる負担は小さくなく一旦登録は取りやめましたただフリーランスという立場ゆえの迷いもあります 未登録の場合だと、新規の、まあ、案件を獲得したいっていう場合に、選ばれないっていう可能性があります。値上げしても仕事が獲得できればいいんですけど、選ばれなくなったりとか、不安要素もありますよね。一方、免税事業者と取引する側も、複雑な思いを抱えています。 納税額の増加っていうのは、もうちょっと避けられない今の状況で、ちょっとこれはかなり経営的にも厳しいなと都内でライブハウスを運営する加藤さんの主な取引先は、バンドやアーティスト、照明や音響などのスタッフで、その多くが免税事業者です。税の控除がができなくなくりますが その負担を取引先に求められない理由もあります。すごいちっちゃい額の世界なんですよ。一日も一万とか二万みたいなことも多いので。減額とかはちょっととても言えないなっていう。コロナ中は当時大変だったんですよ。借金して、ね、乗り切ってきたっていう三年間っていうのがあるので。まあ、これから。まあ、借金返しつつ、売上もね、戻していこうっていう。 時期なんですよそれ <laughs> そこにこれかっていうねさまざまな事情や思いを抱える中で始まったインボイス制度ただ税の負担が適切な価格転換につながれば日本全体が変わる天気になるとの声もあります政府は負担増加を懸念する事業者への支援策を 今月取りまとめる経済対策に盛り込む方針です。はい、ということでこ、まあちょっとこの表情がすべてを物語ってるんですけれども、ここから記者解説でございます。え今月から始まったインボイス制度、いまいち正直よく分かってないと、えー、いう僕のような人のために、今日は経済部の佐藤記者に一からわかりやすく解説をしてもらいます。佐藤さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの。 インボイスって何ですかっていうところなんですけどああそうですよね、まあはい、まずインボイスって、まあ、的確請求書のことなんですけれども、まずちょっと見ていただきたいイラストといいますか、あるんですが、こういうものですね、はいえー、消費税を誰に何パーセントで払ったかを正確に記録するものになります。うんうん でこれがあるとどうなるかっていうのを先ほどちょっと VTR の中でも出てきたんですけれどもこちらもイラストで説明をしたいんですが、えー、出していただけますかねこちらですね、はい、そうですね仕入れた側から説明するのがちょっと分かりやすいかなと思うんですけどもそうですねこれまでだと例えば100万円で仕入れて200万円で販売した場合、うん うん、っていうのはこれ消費税が10%のものであれば、うん、えと販売した時の20万円から仕入れた時にかかってた消費税分 10, 10万円を差し引いて10万円納税してたんですね。でこれが今月からどうなるかなんですけれどもこれ仕入れる先が免税事業者ですと、うんえー、この10万円今まで20万円から10万円引けてた分が引けなくなっちゃうんです。 そうすると、仕入れた側が20万円を納税しないといけないということで、負担が増えてしまうんですね。うんうん、なので、このインボイスがあるかどうかで、あのまあ、納税額が変わってくるというものになります。なるほど。はあはあ。どうですか分かりますか、ね、えっとえええ、え、ごめんなさい。もう一回今まで見せてもらっていいですかこれの前の。 はい、これですね今まではあそうかそうかそういうことか。何でそうなるんですか えっとですね、これ、もともと複数税率で8%と今、10%、2つありますよね、これ、それぞれその立場が違うと、見えるものが違うといいますか、うんはい、え買い手が例えば、仕入れのためにこれだけ消費税払いましたっていう額と、売り手が税はこれだけですっていう額が一致している必要があるわけです。で例えば これだとその仕入れた側は十万円、えー、仕入れ先に払ってるわけですけれども、はい、ここの税率が今十パーセントのものと八パーセントのものがありますよね。はい、で、例えば売り手側、えー、この仕入れ先の人からすると八パーセントで売ってるのに、買った側仕入れた側がいや十万円払いましたよと、言うと二万円分があの仕入れた側に残るわけですよ、ね。そうですね。 でそういう,こう不正確な納税を防ぐためにあ<ー>今回の,あの制度っていうのはもともと8%と10%の税率になるときにインボイス制度を入れるってこと決まっていたんですがそれがこのタイミングで始まるということですねかなりあのいろいろなところでこうなんか不都合がありそうな声が多く上がっているかとは思うんですけれどもな,なぜ今なんですか えっとですね、その先ほどお話しした通り、もともと決まっていて、うん、ただ、まあ、まさに今、あの、おっしゃった通りで、えー、突然これが始まってしまうと混乱が起きるだろうということがありましたので、はいうん、今までが準備期間だったんですよ。うんうん、で、まあ、準備期間を経て今から始まるんですけれども、うん、なかなかこれまでちょっとあの、 まあ知られていないかったところもあって、まあ、急にこう降ってはいたように見えてるんですが、うん、まあ実はそうではないというのが実際のところです。これ対象となる人はどんな人な人んですか対象なんですが、はい、えこちらですね免税事業者って今460万社いるんですね。うん、でこの中で 消費者、一般の人を対象に取引している人だったりとか、うん、農協と取引している人っていうのは、はいはい、インボイスは特に必要ないんです。なくても、ーーあの、今までと同じように、えー、できるんですが、うん、ただ、えっ、ー、と、対象になるというか、このインボイスを入れるかどうかを考える必要があるのが、企業同士、業者さん同士で、えー、取引をされている方になります。うん、で、えっ、ー、と、こちらですね、160万社。 いるんですけれども、まあ、実際、今回インボイスが発行できる課,課税事業者になったのは先月の15日の時点で111万社ということであの、まあ、インボイスを発行するかどうか考える立場にある方のおよそ7割が、まあ、すでにインボイス事業者になるということで申請をしてますなるほどだからインボイス事業者の対義語が免税事業者ってことでいいんですか えっと、対義語ではないですね。<え>これ、インボイス事業者って 1, 1> <laughs>、はい、一千万、あの、えっ、ー、と、課税売上げが1000万円以下の事業者なんですけれども、はいはい、逆に1000万を超えると課税事業者になります。それは自動的に。で、免税事業者の方は、1000万円以下の方ですね、は選べるんです。免税事業者のままでもいいし、<laughs> インボイスを発行する課税事業者になってもいい。<laughs> という制度です。 <で>はい、先ほどの話のように、その免税事業者のままでもいいんですけど、うん、そうだと、その取引先に負担がいってしまうと。はあ、そういうことか。うん、どこに、でも、ということは、そうですね、なので、うん、まあ言い方、難しいんですけれども、まあ、本来だったら納められるべき消費税が、うん、あのまあ、 免除ということではないんですけど免税事業者という制度があったわけなので、まあ、その中で課税で事業者に転換すればその分の消費税が納められることになるという理解でただまあやっぱりあのこれ事実上の増税じゃないかとかこれなんかなどんなメリットがあるんだとかって言ってる声もすでにこの今コメント欄にもね書かれていたりするんですけど、まあ、それだけこう困惑の声が多いって。 この事実に対して財務省はどう捉えているのかっていうのはそうですねまあ正直この取材をまあいろんな方にお話聞きましたけれども、うん、まあこの制度の導入を喜んでる方っていうのは。 基本的に当事者の中ではいらっしゃらないんじゃないかなというぐらい、やっぱりこう、うん、あの困っている方が多いという印象です。ただです、ね、まあ、財務省の中では、まあ、ずっとこう値上げがされていない、例えばフリーランスの方で,です、ね、取引の金額が変わっていない方とかもいらっしゃるわけですよね。だそういう方たちがこのインボイスという制度をきっかけにこう価格交渉、値上げをしてくださいということに取引先にこのインボイスを理由に交渉ができる。 ようになるのでは、っていう。 あの話をされる方もいらっしゃれば、まあ一方でですね、やっぱり消費税って本当にたくさんのあのあらゆる事業者、小取引に関係してくるんですよね。まあそうなるとこう財務省が想定していないような取引っていうのも実際にあるわけです。なのでまあそういったところを丁寧に見ていく必要があるですとか、まあ理屈も大事だけれども、こう実も知った上であの精度を考えないといけないと感じているというふうに話す、えー、財務省の幹部もいました。 これつまりは、このインボイス制度を導入することで、えー、っと、そう、漏れなく消費税を、えー、っと、しっかり取ろうっていうことですかおー つまりは、この複数税率という,こう税率になったとこに、正確に消費税を納めてもらおうというのが一番の趣旨になります。なので、金額としても、ですねそんなにこ,うこの制度が始まったから消費税の納税額が増えるというわけでもないんですね。で、今、それが実際いくらになるかというのは、今、いろんな制度が出てきて、一時的に次元措置であの特,特例措置というのが、 導入されているのでどれぐらいこう税収が増えるかっていうのは分からないんですけれどもただまあ一時期財務省の試算が出していた試算として出していたのが2500億円程度このインボイス制度が始まると、うん、え消費税の税収が増えるんじゃないかというふうにえ言われていましたただ消費税って全体で今年間23兆円ほどあるんですよね。そうなると2500円程度 増やすために、この導入をするということではないと、いうふうに、あの、私は見ています。つまり、あの、こう、あの、すごく単純に、制度がわかりにくいがゆえに。これ増税じゃないかって思っていらっしゃる方が多いけれども、まあ、佐藤さんの見立てとしては。これは増税というわけではないよと。 のあの本来の制度の趣旨はそうですね。ただですね、この当事者の立場に立ってみればですよ、あの VTR の中でもありましたけれども、今まで納めなくてよかったものを、例えばこう取引先からですね、あの減額交渉、その取引先の負担が減る分を、あなたが追ってくださいねっていうこう取引を、交渉を求められたりですとか、あの農家さんもおっしゃってましたけれども、例えば競りの中であの自分の牛の値段がその分、 下げられてしまうんじゃないかとかとやっぱりこう当事者からすると負担が重くなるというのも事実なのでそういう方からすると、まあ、増税と感じるところはあると思いま,すあまあでもそうですね免税だったのがそのインボイスに登録すると免税ではなくなるわけだからってことですよね。 そうですね免、うん、税じゃなくなれば課税事業者になれば、うん、え消費税の,あの負担が出てきますし免、うん、税事業者のままでいると取引先がその分、うんえー、追うことになりますから取引先の方にとってみればその分の増税というふうにそうなると価格がまた変わってしまうので結果的にはその今の事業者の方が。 えとなんとなくこう、まあ、なんとなくとかすごくこうなんだろうメリットが少ない形に見えるこのスタートになってるってことですよね。そうですね<ー>やっぱりあ<ー>、まあ、実際メリットっていうのはう、まあ、本当,当事者からするとないと思いますねこう取材していて感じるのは。うん、これあのそもそもなんですけどその免税事業者っていうのは、まあ、税を納めなくていい。 まあ,ある意味これっていうのはちょっと聞き方気をつけなきゃいけないんですけど、はい、そもそも税を納めなくていいわけだからその分ちょっと得をできているっていうものなんですかごめんなさいすごく素人質問で。いやでも私も最初こう勉強するまでは、うん、あのそういう側面があるんじゃないかなと思ってたんですよね。はい、例えばそのタクシーに乗る時ですけど、うん、タクシーの運賃って基本地域ごとに決まってますよね。はいでまあ、例えば500円 だったりとかすると、まあ,あの課税事業者がまあ、そうですね、法人のタクシーはま課税事業者のところも多いと思うんですけれども、うん、そういうところのドライバーさんと、例えば、えー、免税事業者で個人でやっているタクシー、個人タクシーの方で免税だと同じ500円でもこう、うん、取り分が変わるといいますか、消費税を納税する必要があるかどうかでやっぱり変わってくるわけですよね。そで,ねでそのあたり。 はどうなんだろうって思うんですけれども例えばそのドライバーさんの,その個人でやられている方からすると例えばそのお一人で事務の負担を抱えていらっしゃったりとかあとはまああの、まあ、今回取材した方の中にもいらっしゃったんですけれどもいろいろな事情であのフリーランスっていう形で働いている方とかそういうこう 自分で何ともできない状況に置かれている方たちもいるわけですよね、うん、だからそういう方たちがこう一概に特攻していたというよりも今までそういう制度の中でこう生活をされていてそれがまあ今回変わるということで、まあ、今まででも例えばギリギリであの生活やりくりしていたのにそ,う、ね、それがこう制度が変わるということであのまあより苦しくなるっていうのは本当に必要な声だなというふうにも感じました。とはいえもう 始まっっちゃったわけですもんねそうですね、だからそうなると、まあ誰かがやっぱり負担しなきゃいけないし、そもそも消費税ってそういうものなので、うん、まあそうなると、一つ解決策として、これ、税理士の方もおっしゃってるんですけれども、えー、税理士の小島さんに取材させていただいたんですが、はい、これ、価格転嫁のきっかけにやっぱりすべきなんじゃないかっていうことなんですよ。はい、はい でまあ、あの小島さんがお話しされていたのが、まあ、今、そもそも人手不足ですと、うんでまあ、例えば免税事業者と取引をされていた、まあ、今回取材したライブハウスの方もそうですけれどもあの、まあ、課税事業者にじゃあうう取引先を変えようとしても、うん、まあそうもできない事情もあったりするわけですよね。はい、でそうなるとそのじゃあ ライブハウスの方がその分を負担すればいいっていうことではなくて、例えばその分の負担を、まあ、チケット代に転嫁するっていうのは、それはある意味適正な、それが適正な値段だということも考えられるわけです。なので、のチケット代に転嫁するってのはどういうことですか、うん、例えばですね、ライブハウスの負担が、まあ、ざっくりとですけど、例えば100円こう増えるとすると、はいはい、今まで1000円で売ってたチケットを、 円にして消費者の方が払うとうでもそれが本来こうみんながこう生活できる本来の価格、うん、一番川上にいる事業者の方お一人お一人の免税事業者の方も生活ができきかつその取引先の方も利益を確保できる金額なのであればそれをまあ負担できるようなお社会にしていくべきではないかという声もあります。ただ、まあ、実際ですね、うん、もう今 いろんなものの値段が上がって、いて今言おうと思いました。いや、本当にもうね、いろんな食料品も含めて、すべてのこう、うん、もの,のの値段が上がってる中で、はいまあ、価格転嫁、価格転嫁って言われてもなという気持ちは正直、私個人もあるんですけれども、うん、ただ、そのために誰かが苦しんでるとしたらって考えると、ちょっとそこはやっぱり考えるきっかけにはしたいなと思います。うん あのコメント欄で増税ではないけど事務作業の負担が増えるっていう声もあってこれに関しては私たち会社員も一とではなかったりするんですよね、うん、その通りですね。まあ、実際我々の会社でもそうですけれども、うんはい、例えば生産をするときに、はい、一番最初のイラストにあったと思うんですけれども、うん、登録番号というのが必要になります。うん、え領収書をもらうと事業者の方が あの取引先だったりすると、例えば、まあ、さっき話していたタクシーとかですね、うん、乗った場合も、課税事業者のタクシーに乗ると、この登録番号というのが必ず載っています。で、これを、えー、会社に精算をするときに出さないと、会社が、あのー、 控除ができないさっき最初に言っていたあの20万、10万で10万円が引けなくなるって話しましたけど、はい、この結局、10万円が引けない状態になってしまうので、はい、この番号を必ずその経理の方に出さないといけないということになりますので、我々会社員も、まあ、言い方ですけど、面倒が増えますし、経理の方の作業が増えるというのも、えー、これも事実です。 なので、まあ、そのためにです、ねまあ、これでデジタル化を進めないといけないということは先ほどご紹介したあの小島税理士もおっしゃっていました。あでもいか会社の規模が、ね、そこまで大き いいわけではなかったりしてその経理をされる方もどうにかお一人で頑張ってらっしゃるなんていうねあの中小企業なんていうのはたくさんあると思うんですけどそういった会社からするとその、まあ、登録番号をすっかり忘れたらその分の負担が会社側で増えちゃうってわけですもんね。 そうですねでこの番号も、まあ、ずっと決まってるわけでもないんですよね、課税事業者の方が何かの理由でこう申請し直したりすれば変わってしまいますから、その番号が正しいかどうかっていう確認も必要になります間違って提出しちゃったら、もうそもそもだからその、そのまま受理されないってことになるんですか、そ,の分はあそうですね、例えばあの、まあ、テレビ朝日の。はいあの で言うと私、この間ちょっと精算をしたんですけど、はい、登録番号間違えて入れてしまったら、はいあので、電子システムっていうんですかね、デラさんも一応デジタル化をしているので、ねね、そこのところ、ねはいで、そのシステムにはねられてしまって、ほうほうこの領収書は受け付けられませんとあ<ら>いうことだったんで、またそれをちょっともう一回見直してやったりとか。 あのカメラでそのレシートをパシャッと取ってでそれでこう自動的に入力されるシステムっていうのはあるんですけどもやっぱりそれじゃ100%ではないのでそこは正確にあの登録をしないといとけませんねあだそのあたりのちょっとこう手間がかかるっていうのもあるしなんだか誰が得をしてるのかが分かんないですね。うんそこはななかなか難しいんですけどただ、はい あの、他のグローバルスタンダードというか、こう、世界的な状況で見るとですね、ヨーロッパだったりとか、他の国はこういう、あの、インボイス制度っていうのが標準であったりしますし、まあ、今までの日本が、こう、特別だったといえば、まあ、そういう見方もできます。ただ、まあ、今までそれでできてきたんじゃないかと言われると、まあ、その通りなんですけれども、 ただ、これからこの消費税がどうなっていくかというのも分かりませんよね。うん、まださらにこう税率が上がるかもしれなかったときに、この複数税率がまあ1つになればいいんですけれども、そうなる可能性の方がまあ低いというのがあのまあ一般的な見方だと思います。そうなると、最初に申し上げたように、正確な消費税の納税ということを考えたときには必要な制度とも言えます。ですから、 まあ、諸外国もそうだって話ありましたけどあとはタイ,タイミングの問題なんでしょうね今すごくこうあの生活に対してお金がすごくかかるな物価高で大変だなって苦しいなっていう実感がまあまあ,あのいろんなところであるわけですよね。物を買ううにししててもやっっぱり高いなって思うし うんなかなかねじゃあちょっと贅沢をしようかと思って旅行に行こうかと思ったら旅行はもうホンホテル代がとんでもゃなくなってたりとかでとんでもじゃないけどその払えないよっていうのでいろいろ控えれば今度はどんどん経済が回らなくなってっていうようなことが起きてるタイミングでこ今回のこれが来るからどうしてもちょっとやっぱすあのマイナスに捉えますよねだからもしかするとこれがもうあの国として勢いのあるタイミングだったら経済すごいぞともうあの。 日本イケイケどんどんだって感じのタイミングでこの制度だったら割とスムーズに話は通ったのかもしれないけどすでに苦しいところにさらに追い打ちをかけるような、うん、絵に見えてしまいますもんね。 そうですね。実際、こう、うん、そういう、あの、お話をされる方っていうのは少なくないです。なんでこのタイミングなんだというのは、本当にその通りだと思うんですが、うん、まあ、ただ、やっぱりこの生徒っていうのは、もう前々から決まっていて、まあ、タイミングがちょっと本当にこのタイミングになってしまったので、うん、まあ、そういう意味では、こう、延期を求める声だったりとか、うん、まあ、まあ、できたら廃止してほしいっていう声もあるんですけれども、うん、まあ、ただ、 一方でいうと、ここに向けて準備してきた方々もいるわけですよね、さまざまなあの電子化っていうところで準備してきた企業もあるわけで、どちらから見てもちょっとタイミングをずらすことも難しいしっていう、う難しい部分が重なってししままいいまたねろいろ重なっちゃう、政府の対応、今後、どういう話になってるんですか。 そうですね。このまあいわゆるこう急に変化があると、あの急に0%か10%の負担になってしまったりすると、あのこれは大変だということで、あのいくつかの、えー、期限にも決められた措置というのがあります。うん、例えばですね。ええー、と、先ほどで言うとそうですね。あのライブハウスの方がこれにあたりますけれども、うん、免税事業者から仕入れた場合っていう。はい 時にですね今までは、うん、あのさっきの20万10万の話に戻りますけれども、まあ、10万円分引けたわけですが、うんえー、これから、えー、3年間は相手が免税事業者であっても8割減らすことが、うん、あの引くことができるので,でるのこれ難しいんですけどあのさっきで言うと20万から10万引けていたって言っていたのが、うん、8万円分引けることになるんです。 それは3年間でして、はい、で、その後の3年間は5割。なので、<割>えっと、20万から、えー、本当だったら0円しか引けないんですけど、うん、この5割の時は5万円引けます。なので、<laughs> うん、え免税事業者から仕入れた人は、まあ15万円分収めるっていうことになりますね。で、もう一つあります。 えー、免税税事事業業者者から課税事業者になった場合です、えー、これだと、例えば先ほどの VTR だと、フリーランスの方がもし課税事業者になったらなんですけれども、3年間は税の負担が売上税額の2割、これ難しいですね。うん、えと例えば100万円売上があって、はい、本当だったらまあ10%なんで10万円分納税することになるんですけれども、うん、その10万円分の2割でいいよということで、2万円。 100万円売上があったら2万円でいいですよという措置が3年間あります。で、まあ、それが終わった後も、まも、あ、ちょっと複雑なんですけど、簡易課税制度という、こちらも、まあ、あの負担が軽くなるような制度がありますので、そういったことをこう利用していくことになります。で、ただ最終的には、おしなべてってっことですよねあただ、簡易課税制度はずっとありますので。あそれはずっとあるのか はい。そちらを使うと、えー、負担を減らせるんですけど、ただ、今までと同じ、その免税の方が、免税でそのままいるのとは変わってきます。あの、負担額が。だから、その分を、まあ、負担してもらえるように取引先にお願いをする、その取引先が、まあ、我々の価格に乗せてくるみたいな。 流れれれでで価格転と言われてわているけですこれ複数税率でそもそも 8%10% っていうのでややこしいのにそこに対して、まあ、もちろんこれきっとその今の制度がもう導入されている中ですごくありがたい特例措置なんだとは思うんですけどさらにそこから8割だの5割だので2割だのってい話いろんな数字が出てきたらもう本当にわけわかんなくなっちゃいますね。そそうでですねだかられれぞれのこう立場で、うん あの、使える制度だったり、はい、あの、一番負担が軽くなる制度っていうのが、やっぱりそれぞれ違うんですよね。 なのでこう、きちんと調べないと、まあそ、損をしてしまうというかあの、必要以上に納税することになるかもしれないので、まあ、そこはあのお一人お一人できちんと考える必要がありますし、まあ、そのあたりですね、例えば、まあ、政府側もあのコールセンターを設けていたりとかあの、相談窓口っていうのを用意していたりするので、まあ、そういったところをホームページで、まあ、見て相談していただいたりというのも一つ手かなとは思います。 まあででもそれでね確かにインボイス登録をしないあの判断を、ね、し,して免税事業者としてあのこのまま行きますよってなった場合には今度は消費者が苦しくちょっと重めに消費税の打撃が来るってことですもんねさっきの話で言うと。 まあそうですね、まあ、もしくはその取引先がもともとちょっと必要,、ね、必要以上というかまあ多めに取っていたらそこの利益の中からあの負担をするということもありますので、その場合は我々の価格は変わらないんですけれども、うん、まあそのあたりがまあいくらが適正かっていうのは考えていかないといけませんね。すごい大変なな制度いやなんかただ あのい早く勉強しなきゃ勉強しなきゃと思っていろいろねあのスマートフォンとか PC とかでちょっとインボイス制度ってなんだろうって調べ始めてもあんまりよく分かんなかったものがちょっとだけ今日見えてきたような気がします。本当ですか、はい、これなかなかご自分が直接その免税事業者だったりとか、うん、そういう方と取引してない場合、はい、ちょっとエンド遠いっていうのは、うん、私もずっとまあ正直なところ感じてはいまして。うん ただ、これがきっかけでこう社会の在り方全体がまあ変わる、うん、いい方に変わればいいんですけれども、うん、まあそういった形で変化のきっかけにはなるのかなと考えればちょっと大きな変化だぞとこの10月1日っていうのはっていいう,うにも見れるとは思いますいやですから本当にあのサラリーマンは関係ないもんだと思っちゃってたけどあの関係もありましたし。 めちゃめちゃあります。めちゃめちゃありましたね。<laughs> いや、えー、もう実際自分があの経験したので大変だなとは思いました。はい、いやそうですよね。僕ももうあの来週サッカーの中継で新潟出張があるので早速その生産でその登録番号が絶対必要になってくる生産が出てくるんでちょっと気をつけてやらないとなというふうに思っております。見てらっしゃってる方は。 ちょっとは分かったのか、あるいは、まあ、ちょっとあまりにも寺川知らなさすぎだろうってなった方もいるかもしれないですけど、ただ、なかなかね、ちょっとふ触れないっていうか、触れる機会がちょっと少ない人も多分すごく多い話だとは、うん、思うので、今日は、ね、そうは、ね、まあ、なので、ちょっとぜひそのレシートとか、えー、あのスーパーでお買い物した時のレシートとか見てもらうと、そこにあの登録番号書いてありますし。 まあそのあたりでこう感じていただく機会はこれからもあると思います、うん、はいわかりましたここまでは佐藤記者でした、はい、難しい説明をありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました最後までご覧いただきありがとうございますアベマニュースキャスターの辻合夢ですこれを機にぜひチャンネル登録よろしくお願いします